はい、プロペラです。今日はですね、最近気になる機材のお話をしていきたいなと思います。ラジオ感覚で聞いてもらえばいいかなと思いますけど、なんか皆さん最近気になるものとかあります？この新製品絶対欲しいなとか、試したいなとか、そういったのとはちょっと違って、次これ買いたいなとか、実はこれ前から狙ってたんだよなとか、まあそんな感じで気になってる製品いくつかあるんですよね。まずそのうちの一つが、機材全般を考えた時に一番重要なものって何だと思います？そう、パワーサプライですよね。電源だけはね、力入れないとって思うんですよ。エレキギターなんで。で、まあ実はもう買っていて、届くのを待ってるっていう状況なんですけど、フェンダーのエンジンルーム。これずっと気になってたんですよね。最初は、うわぁ、見た目やべえなみたいな。悪い意味でね。もう最近かっこよく見えてきて、で、とうとう買ってしまいました。まあ届いたら、またレビューしたいなと思います。これをね、買うにあたってもいろいろ調べたりはしていたんですけど、まあ、例えばバイタルオーディオとかも大きいのを出してたし、KES っていうメーカーも最近話題じゃないですか。あと僕はもともとフリーザトーンのパワーサプライ使ってたので、やっぱそれの新型とかもね、気にはなってました。あと、ジョン・フルシアンデがやっぱり好きなんで、彼が小さいボードに組み込んでいるブードゥーラボのパワーサプライなんですよね。なので、ね、その辺をピックアップして比較とかをしていったんですけど、最終的な判断材料はまず 500mAが使えるかどうかと、アイソレートされてるのはもう当たり前だとして、あとはポート数ですね。エフェクターボード僕コロコロ変えたり追加したり外したり結構多いんですけど、まあ、12ポートあれば問題ないだろうと、ということで、まあフェンダーにしましたね。で、まあちょっと気になっているのは、あんまりこういうこと言っちゃいけないと思うんですけど、中国製っていうところがちょっと気になってますね。電源系ってすごく大事だと思うんで、中国製で大丈夫かなっていうのはちょっと思ってます。まあでもレビューを見る限りはいい評価が多いので、まあ大丈夫かなと思って、こちらにしました。で、あと、ボードを組むにあたって大事なことといえば、そもそもボードですよね。エフェクターボード。僕もですね、今あるのは大中小合わせて3つあるんですけど、まあ、大きいやつは大きすぎるし、小さいやつは小さすぎたりとかして、コンパクトにまとめたいのもありつつ、使いたいエフェクターはやっぱ使いたいっていう、そんなわがままがあるんですよね。なんで、まあその辺を考えたらフェンダーのボードで揃えたいなと思ってます。で、まあ今あるまあいらないボードとかも売ってしまって、もうスッキリさせたいなと思ってますね。で、このフェンダーのボードなんですけど、まあ、これも最初見た目やべえなと思ってたんですよ。悪い意味で。でも同じようにやっぱかっこよく見えてきてしまって。まあ、ただ狙ってるサイズが M サイズなんですけど、もう今どこにもないみたいで、3月中旬ぐらいになるかなとは考えてますけどね。で、ほんとボードもいっぱいあるので、まあスノコ型とか普通のフラットなボードもあるし、ほんとここは好みじゃないかなとは思うんですけど、どんぐらいの大きさが必要で、取り回しがどんな風にするのかとか、もう人それぞれ全部違うんで、ここは正解とか不正解とかないんじゃないかなとは思ってます。あと、まあ気になってるのはチューナーですね。たくさんいいのが出たりとかしてますよね。特にボスの TU3W、 あれはもう出始めからすごく人気が高い製品ですよね。僕いまだにピッチブラック使ってるんですよ、最初の。それか、もう本当めんどくさい時はクリップチューナーなので、もう本当人生最後のチューナー選びをしようかなと思ってます。そんなチューナーって買い替えるものでもないでしょう、多分。なんかね、こうやっぱ精度がどんどん良くなっていくんでしょうけど、今あるチューナーのいいやつ買っとけば、とりあえず10年ぐらいは使えるんじゃないですかね。下手したらもう本当一生使えるかなと思ってます。まあ壊れない限りね。まあなので本当人生最後のチューナーを選ぼうと思うですよ。なんでちょっといいやつを、まあ、今後ね買おうかなと思ってます。候補としてはやっぱりまあボスの TU3W ももちろんいいんですけど、だからね、楽器屋さんで試させてもらったことがあるんですよね、あれって。ただライトがあれって普通の TU3 と違って青いでしょ、この LED が。で、真ん中の時に緑になるんですよね。あれがなんか明るいとこだと色がちょっと分かりづらいような気がしたんですよね。それだったら TU3 でもいいかなともちょっと思ったんですけど、まあいいやつを買おうかなと思ってるんで、ここはピーターソンですね。なんかね、チューナーの老舗らしくって、世界で一番古いチューナーはピーターソンらしいんですよね。ジョン・フルシアンテのギターテックも
使ってるみたいなんで、あと使いやすいらしいです。ピーターソンはねちょっと楽器屋さんにちょっとなかったんで試せてないんですけど、まあ、動画とかね見たりする限りでは、まあ、非常にいいんじゃないかなと思ってますね。あとまあ精度が他のモデルよりもいいっていう歌い文句があるのでピーターソンでいいんじゃないかなと思ってます。あと欲しいものを言い出したら本当キリがないんですよね。ギターもまあね今あるものでも全然満足はしてますけど、まあ、欲しいものって言ったらキリがないくらいあるのでそれもあるし、まあ、あと、ね、例えば NS2 とかノイズサプレッサーですけど、ああいったのも欲しいし、あと MXR のカーボンコピーとかも欲しいんですよね、実はね。あと今こうやって撮影してる時にこう使ってる椅子あって、こんなねこれニトリで買った椅子なんです。確か折りたためてすごくね便利なんですけど、これただギーギー言うんですよね。それがねちょっと今ネックだなと思ってるんで、まあそこもちょっと変えたいなともちょっと思ってるぐらい、まあ別に急ぎじゃないけど。であとまあ欲を言えばここにまあアンプがあるんですよね。見せましょうか、はい、こんな感じでねアンプを置いてます。で2台使ってるんですよねいつも。で下に昔のラックのなんていうんですか、ラックケースっていうんですかね。でこれをもう本当普通のあの家具のキャビネットってあるじゃないですか、扉がついて中になんかこう収納ができるようなやつ、ああいうのにこう変えてスッキリもさせたいなとかねちょっと思ってるんですよね。ちょっと見た目もおしゃれにしたいなっていうのもあるし、ね、そういうのをちょっと言い出したらキリがないけどね、本当まあ言い出したらキリがないんですけど、そのぐらいかな今欲しいもの、気になるもの。1個手に入れるとまた次が欲しくなるじゃないですか、本当尽きないですよね。まあ皆さんもね、まあ、最近気になるものとか、まあ最近これ買ったとかいうものがあったらぜひね教えてほしいなと思います。まあ、僕も別に機材めちゃくちゃ詳しい方ではないので、なんかおすすめのものとかあったりとか、例えばこういうのがすごい便利だよとか、あの別にエフェクターとかギターだけじゃなくて部屋にこういうのあったら便利だよとかあったら教えてほしいです。ということで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。それでは。